どうも皆さんこんにちは、美濃康文です。今日はですね、第1回バク転講座ということで、多分日本人のみんなね、バク転がしたいと思うんですよ。やっぱり子供からお年寄りまでね、サラリーマン OL の方とかみんなね、やっぱりなんだかんだ日本人はね、結局はバク転がしたいと思います。なので、この道バク転歴20年のね、僕がバク転を皆さんに教えます。結構ね、バク転って難しいイメージを持たれてるかもしれませんが、すごく簡単なんで、僕がどうやったらね、素人でもバク転ができるようになるのか、これ一人でできる練習なんで、皆さんぜひやってみてください。それでは俺の動画を見てぜひバク転をやってみよう。それではまず、僕のお手本を見せますんで、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。いきますよ。ちょっとね、失敗しましたね。こんな感じでやります。わかりましたでしょうか。では、じゃあどうやってバク転ができるようになるのか教えていきます。まず最初、バク転の初動の動きなんですけども、手を上に上げます。こういう状態ですね。ピンとちょっと若干こんな感じですね。ピンと伸ばして最初の1の動作がこれですね。手を上げる、こういう感じです。1で上げて2で下ろす。これ分かりますかね。12ですね、順番でいくと。1で上げて2でこうちょっと後ろになって、ちょっとこの時に、2の時にですね、こう12で若干ちょっと少し後ろ気味になります、ね、少しこうここに、まあ、椅子があると思って椅子に座ろうとした瞬間にこう後ろに下がるって感じですね。ちょっとやってみますね。123っていうちょっと飛ぶ瞬間までの動きを、ゆっくりやってみたいと思います。っていう感じですね。わかりますか。もう一回いきますよ。1、2、3っていう感じですね。わかりましたでしょうか、動きが。よく見ててください。いきますよ。この時に、大事なのが、あんまり後ろに飛びすぎてもダメだし、上に行きすぎてもダメですね。斜め後ろぐらいに飛ぼうという思う気持ちでやってみてください。次にですね、バク転は手をつきますね。地面に手をつく。なので、まあ、一回こう逆立ちみたいな形になりますよね。なので逆立ちも、まあ、多分できておいた方がいいんじゃないかと思うんで、逆立ちのコツも教えます。ついでにいきますよ。まあね、実際はね、逆立ちできなくてもバク転はできるようになります。ただやっぱこう飛んでその衝撃をこう手で押さえて後ろにこう跳ねのけるんで、やっぱりこの動きができた方がいいと思います。いきますよ。こういう動きですね。このわかりますかね、この手で地面をしっかり捉えて離すという、この動きがバク転の中に入ってきますので、これもちょっとできた方がいいですね。逆立ちができるというより、この逆立ちした状態から後ろにこう手で押し返すという、この動きができた方がいいと思います。